太田忍 VS 久保優太。ただいまより本日の第3試合フェザー級スペシャルワンマッチを行います。青コーナー175センチ、 65.85キロ、総合格闘技デビュー戦、東京都立川市出身、初代 K1 ワールドグランプリウェルター級チャンピオン、戦う投資家久保優太。赤コーナー165センチ、66.00キロ、1戦1敗、青森県五戸町出身、レスリング世界選手権2019優勝、リオデジャネイロオリンピックレスリング銀メダリスト、太田忍。レフェリー豊永実。この試合は内心 MMA 2クラウンド5分の3ラウンド制で行われます。好きな心的に注意してロープをつかまない。いいですか、ロープつかまない。レディーファイト。右肘、右肘、右肘、肘も落とせるぞ。
距離作ったら大きくなるよ。距離作ったら大きくなる。三分経過。三分経過。それいいね、アクション。脇で抱えちゃっていいよ。脇で抱えていいよ。はい、いいよ。いいよ。残り時間1分。残り時間1分。最初ね、集中して。ガード上げて頭を入れろ。ラウンド2。はい。行ってね。さっきの。頭こっち持ってよ。頭こっち持ってよ。頭こっち持ってよ。そう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 。呼吸しながらね。
下から2つ下から考えたくて。お互い1分30秒、1分30秒呼吸しながらね、いいよいいよ、ゆっくり、ナイス、いい感じだ、いいバンドだ、相手苦しいよ、立ち上がら強いよ、そうそう、肘もつけて、お互い肘も落とせるか、そうそう、そのまま嫌がらせしながらやっていいよ、ナイス、いいな、コツコツ投げようか、コツコツ、アイケー、ナイス、効いたよ、今効いた、今効いたぞ、今効いたぞ、左肘、左肘、ナイス、ナイス、アクション。オープンになったらパスできるから。オープンになったらパスできる。ナイスいいよ。それはコツコツ打てばいいよ。左で打てるから。そうナイスいいよ。内側からだね。内側から。アクション。そうナイス。肘も打てる。大竹あと2分。回れ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 
Thank you.
判定の結果をお伝えします。ジャッジ大藪、赤太田、ジャッジ片岡、赤太田、ジャッジ松宮、赤太田、予定勝者太田見事勝利しました太田選手にはジャパントロフィーより勝利者トロフィーが贈呈されます。そしてヨギボー様より勝利者賞としてヨギボーマックスが贈呈されます。初めまして、年末出ましたけど MMA ファイターとして初めて勝利したので、改めまして MMA ファイターの太田勝負です。まずこのコロナ禍の中、開催していただいた、来陣、関係者各位の皆様、本当にありがとうございます。僕らファイターは試合しないと仕事をしないみたいなもんになってしまうので、大臣関係者、またファンの皆様のおかげで試合ができているというふうに日々感じて、トレーニングに励んでいます。今回フェザー級での試合ということで、また復帰戦ということで、相手はキックボクサー K1 のウェルター級チャンピオンの久保選手ということで、いろんな声がありました。僕自身 SNS 等で、煽った部分もありますし、いろんな意見があると思いますけど、本当に試合にできて感謝しかありません。改めて本当にありがとうございます。また僕自身、いろんなところで言ってますけども、始めたばかりですが、世界最高峰のベルトというのを目指して頑張っています。今夜もバンタム級のトーナメントありますけど、僕の主戦場はバンタム級だと思っています。少しでも早くそこに絡めるように、もっともっと練習して格闘技漬けの毎日を送っていきたいと思います。また榊原さん、年末も試合させてください。今日はちょっと3ラウンド判定っていうちょっと使用臭い、試合になってしまいましたが、年末はもっとしっかり準備して、大晦日埼玉スーパーアリーナ爆発させたいと思うので、よろしくお願いします。皆さん応援ありがとうございました。皆様、太田選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。